学校・家庭・地域がそれぞれ抱える教育課題を本音で語り合う1000カ所ミニ集会は、県教育委員会が20年以上前から推進しています。今日船橋市立薬園大小学校で開かれた集会には、学校職員や保護者、それにスクールガードなど50人余りが参加しました。参加者は、峠校の見守りを増やしてほしい、 高校生と部活での交流をしたいなど、児童から集めた要望についてそれぞれの立場から議論を重ねました。その上で、公民館の職員にも見守り活動への参加を呼びかけるや、高校生と日程を合わせて部活動の積極的な交流を図るなど、さまざまな意見が出されました。今回出たアイデアは、 学校が導入に向けて検討を重ねるということで室祥太郎教頭はこうした活動を定着させて社会全体で子どもを育てていきたいと話しています。